ホーム後に、下りホームの待合室が撤去された他ホームが、かさ上げされており、状況が異なる森田駅は、福井県福井市栄町にある、西日本旅客鉄道北陸本線の駅である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。上りホーム側に駅舎があり、両ホームは、古戦橋で結ばれている。 福井地震後に建てられた木造駅舎が残る。駅舎の高さをホームに合わせてあるため、面する道路との段差が大きい。福井地域鉄道部が管理し、福井市が窓口業務を自宅する簡易宅駅。窓口ではポスター末による発見が行われている。IC カード専用の簡易改札機が設置されている。福井県統計年間によると、 2019年度の1日平均乗車人員は933人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。福井市の市街地の中にある。1967年に、福井市へ編入した旧吉田郡森田町の中心部で、ある。東約30メートルの福井県道125号、森田停車場線沿い。 東約200メートルの福井県道30号福井丸岡線沿い。ありがとうございます。